はい、どうも西田です。今日はですね、ヨドバシカメラのこの48時間限定年末感謝セール、これなんですよ。これですね、クリックしますと、このね、一押しのパソコン、これなんですよ。これ MSI のプレステージ 15A が99,800円なんですね。でずっと動画編集用のノートパソコンが欲しいと思ってたので、前までね、実家でやってたこのサーフェイスでずっとやってたんですけどね、めちゃくちゃ時間がかかるんで、どっか出かけた時にね、動画が編集できるノートパソコンが欲しかったんですけど、価格 .com で今ヨドバシがね1位になってて、で2位がね12万5000円とか13万9800円なんですね。うわ、これめっちゃお得だなと思って、もうポチってしまいました。で12月のね28日に届くそうなんで、またそこで開封レビューしたいと思います。福袋は外れたけどね、これは結構今自分が欲しかったものが安く手に入りそうなので、良かったなと思っております。ではまた届いたらレビューしたいと思います。はい、それではですね、先日購入したねパソコン届きましたので、開封していきたいと思います。MSI、 ここから開けるんだ。これここか、ここですね。ね、カッターナイフがなかったので挟みていきたいと思います。うわ、最悪や。中身はこんな感じです。これとこの箱ですね。でこっちの箱にはケーブル類かな、 AC アダプターですね。 AC アダプター。じゃあ本体開けていきましょう。かっこいい。ビジネスプロダクティビリティラップトップス。では開けていきましょう。どっから開けるのこれ。では開けていきます。うわ、ちっちゃ。ケースに入ってるの。うわ、すごい、アルミだ。かっこいい。こんな感じですね。シートが貼ってあります。よいしょ。で、こちらには説明書かな。説明書があります。では、開けていきましょうか。見てください、このかっこいいボディ。よいしょ。おお、すげえ。こんななってるのか、最近のパソコン。Core i7 GeForce GTX ではですね、ここから電源、よいしょ。ではスイッチオン。はい、電源は反対でした。こっちですね。スイッチオン。お、動いた。音静かやな。選択した言語で続行しますか。はい。こんにちは、コルタナと申します。これから PC の設定に必要なサインインや Wi-Fi の準備などお手伝いさせていただきます。見てください、ここのね、キーボードの光具合がめちゃくちゃ綺麗ですね。うわ、かっこいいわこれ。ボタンがね、大きくてね、打ちやすそうです。めっちゃ打ちやすそう。めっちゃええやん。
はい、では簡単にですね、このノートパソコンを紹介していきたいと思います。で、まあ材質はプラスチックですね。革はこんな感じで、プラスチックですね。左側には USB の Type-C のポートが2つと HDMI と 3.5mm のイヤホンジャックですね。で、反対側、右側が USB Type-A 2つとマイクロ SD ですね。これが1つで、これ驚いたのが、電源は完全に USB Type-C でね、充電するようになってます。AC アダプターの電源がもうない仕様で、この付属している AC アダプターのもう先っちょがもうこういう USB Type-C になってるんですね。で、これをもう直接ここに差し込んで充電するという風になっております。おそらくね、この裏面から空気吸い込んで、いや、どっちだろう？こっちが吸うんかな？いや、こっちから吐き出すんだと思うんですけど、まあ、排気口はこういう感じになってます。で、厚みが最大 1.69 センチですね。で、横がだいたい36、縦がだいたい24センチぐらいです。で、重さが 1.69 ですね。まあまあまあ。まあ重たいかな、それなりに。これね、サーフェイスもね、これカバーつけてたらね、結構重いんですよね。どっちが重たいんやろ。一緒ぐらいですね。これもね、結構重いんですよね。では、ちょっと中の方をね、開けていきます。もうちょっとしばらく動画編集ずっとやってたんですけど、キー配列がやっぱ独特というか、このエンターのね、右隣にこうデリートとかのボタンがここにあるんですけど、まあ、通常かとちょっとわからないんですけど、サーフェイスだとデリートは上に来て、この辺りにこのボタンがあるんですよね。まあ、ファンクションキーと一緒に兼ねてるのと兼ねてないっていう具合で、ちょっとこの辺はまあ慣れのもね、問題だと思います。ともう一つここのね、半角、これ、このボタンがね、結構小さいなっていう風にめちゃくちゃ思いました。あとここのね、シフトとこのロー、このボタンもね、意外と使うんだけど小さいなと。アンダーバーのボタン、これ意外と使うんだけどな、小さいなっていう感じです。トラックパッドはすごくね、大きくて使いやすいです。ちょっとね、キーボードがこう慣れるまでは気になるのかなっていう点が多かったです。サイズ感をね、ちょっと見ていきましょう。ちょっと今ね、まだケースがないので、もう最初に入ってあったこの入れ物に差し込んでですね、まあ、この状態でね、ちょっとしばらく持ち歩きしようかなと思います。で、カバンのこれですね、あ、余裕で入ります。余裕でパソコン入れのところにね、こんなぐらいのサイズ感です。はい、でですね、ベンチマークなんですけど、これですね、パスマークのベンチマークで11000、これがね、どれくらいかっていうのが分かりづらかったので、前使ってたサーフェイスが2017年に出た第5世代なんですけど、 Core i5 の第7世代で3741なんですね。山陽電車のね、1時間の 4K 動画書き出すのにね、24時間くらいかかったんですけど、今ね、11000までパワーアップしましたから、だいぶね、前回のサーフェイスに比べたらね、もう倍以上のパワーがあると、 CPU に。で、去年買ったデスクトップのパソコンがさらにね、まだ上なんですね。17000。確かにね、こっちで動画編集してる方がやっぱ書き出しは全然早いですね。まあ、それでもこのサーフェイスに比べてこんだけね、パワーアップしましたので、だいぶね、早くなりました。はい、というわけでですね、一本全面展望の動画の編集が終わったので、書き起こしてみたいと思います。で、まあ、ちょっと気になったのが、結構ね、再生したらカクつくんですね。これあれかな、グラフィックボードが弱いんでしょうか。文字とか入れるとね、再生するのがちょっともたもたするっていう感じです。ではですね、書き起こしてみたいと思います。時間がね、46分ぐらいで、フル HD の 60fps です。さあ、何分ぐらいかかるのかな。これサーフェイスでやるとどれぐらいだろうか。まあ6、7時間は余裕でかかるかなと思います。ではスイッチを押してみます。ポチッとな。さあ、残り時間
1時間15分ですね。まあまあかかりますね。まあまあかかるけど、まあ1時間程度で書き、だいぶ減ってきた。1時間ぐらいか。1時間ぐらいで書き起こせそうですね。ちょっとね、今まで 30fps だったんですけど、まあ携帯をね、ワンプラスに変えたということと、まあ容量もワンプラス大きめにしたのでね、ぬるぬる動く動画をこれから作っていこうかなと思っております。1時間ぐらいかな。まあこっちのね、サーフェイスのことを思えば、全然早いです。はい、動画編集ねやってて思ったんですけど、このノートパソコン使った後にね、あのデスクトップのパソコンで動画編集してた時に思ったのが、やっぱりねここにね点キーあった方がいいですね。ここで数字打ちやすいっすわ、やっぱあった方が。だからこの間ねキャンドゥで点キーがね500円ぐらいで売ってたので、まあそれでもいいかなと思って、横にね何かちょっとつけようかなと思いました。はい、大和地震のね動画ができたんですけど、54分の動画、これを書き出したら何分になるのかな。1時間半ぐらいですかね、予想としては。今までの傾向から見ると、ではスイッチオン。ああ1時間20分ぐらいかな。それではもうこの間にね寝たいと思います。今ですねもう12時51分ですね。明日というか、まあ今日やけど4時に起きてね、ヨドバシカメラ並びたいと思います。それでは、はい、この MSI のねプレステージ動画、またね編集が3本目終わりましたので書き起こししていきたいと思います。時間がですね、合計が14分の動画で、 日にちが今ね1月の1日21時ですね。ヨドバシカメラ行ってきた動画を今編集終わりましたので書き起こしていきたいと思います。14分だから15、6分、7、8分ぐらいかな。では起こしてみましょう。15分ぐらいでいけるかな、いけそうですかね。まあめっちゃくちゃ早いわけではないけど遅いわけではないって感じですね。まあこれで98,000だからすごくねいいお買い物だったかなと思います。ではこれでね MSI の、プレステージのレビュー終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。